キングしましょうって言うと、みんなは20分歩いて、私がやるウォーキングは室内でいい姿勢を保つっていうことを目的にやっておりますので、だからお家の中で狭い距離でも姿勢を良くして立ってるだけでかなり足の筋肉使います。床掴んでるっていう感じも分かるでしょ、はい、ギュッと床をお腹へこめて、はい、ギュッとお腹へこめて、ギュッと、そうそうそう、いいですよ、もうちょっとお腹引いて、よっ歩いてください、ね、体重ギュッと、はい、足見ないで、まっすぐ前、そうそうそう、はい、次の足も、はい、いいですか、はい、次の足も、うん、そう、ギュッとなって、ギュッと、モデルさんみたいにして歩けば、綺麗でしょ、若く見える、そういう実際は。止まらないで、一つ一つの動作をね、つま先を上げて歩くと、転ばないので、お家の中で転ぶこともなくなりますから、人の振り見て分かるから、直せっていうのもあるから、後ろ姿もすごい、その人の人生を物語ってますので、はい、別に膝曲げなくても歩いてるでしょ、うん、そう、自然に曲がるのに、ゆっくり。ゆっくり歩かなきゃないですよね。っていうことは体のバランスが取れるのだから、要はバランスウォークなので、バランスが取れないと歩いてるのにフラフラ。大武家公民館では隔月に1回姿勢を良くするウォーキング講座を開催しております。年をとっても元気できれいに歩くために皆さんの参加をお待ちしております。ぜひいらしてください。